このテーマというか、はい、こういうことをやろうと思ったのはどういうきっかけだったんですか？それはね、本当にその当時たまたま文庫の担当の方も小説現代の担当の方も女性で3人で話している時に、やっぱり女の人が仕事をこうしていく上でどんどん仕事の比重が大きくなって年齢も上がってっていう時に、出産のリミットが来てっていう時に、今はかなり変わってきてると思うんですけど、どっちか選ばなきゃいけないっていう人と友達をたくさん見たので、まあその辺のことを書けたらいいなっていうふうに。今でこそタイムリーだと、当時はあんまりそんなに、ね、そうですね、まだ妊活っていう言葉もありませんでしたし、本当に手探りな感じで始めました。不思議なもので今政府がいろいろ、そうですね、政策を打ち出して、うん、取材どのぐらいちゃんとやってるんですか？どのぐらいだと言われると、正式にその編集者が申し込んで一緒についてってくれる取材と、それとは別に友達にやっぱり、お酒飲みながらいろいろ話を聞いてという取材と、こう講師ともに取材してましたね。あと資料をものすごくたくさん読んだりとかして、8割ぐらいは理解できない医学書とかも一応目を通してとか、そういうことはこんなに取材して書いたのこれが初めてかもしれない。表紙っていろんな方が自分で選ぶ方もいれば相談して決める方もいると思うんですけど、もうこれに関して私表紙とか帯に関して何か意見を言ったり感想を言ったりするエネルギーが残ってなかったので、ほぼできてきた時に初めて見たんですけれども、長津さんこの絵はどこでどうやって見つけてこれを選んでくださったんでしょうか？この時は、この緒方俊一さんにまずお願いをしまして、ただ最初にこの本男同士でいいんだろうかっていうのが緒方さん僕よりちょっと上だと思うんですけど、おじさん同士で、おじさん同士で選ぶ、考えるということが少し不安ではありますが、でも天川さんに言ったら怒られそうなんで黙ってその時私何をしてたかっていうと、そのゲラっていうのが、まあ、いろんなチェックを経て戻ってくるんですけど、やはり例えば恋愛ものとかと違って事実、まあ、いくらフィクションとはいえ事実と異なることがあるといけないので、結構真っ赤に真っ赤って訂正が入ったゲラをもう泣きながらどうしようっていうかで、ね、直してたので、おじさん同士がどうしたとかも全然そんなの気にしてる余裕がない感じでしたね。とにかく確かにデラワゲラで真っ赤でしたね。と連載してる時と今とだと、やっぱりその出産とかに関するいろんなその医療的なものがもうかなり進んでるので、不妊治療の病院の数であったりとかがもうとにかく違って、それを直してね必死でしたね。だから全然表紙のことに気が回らなくてすみませんでした。スクイはイラストの方は女性なんですね。スクイって言われてなんとこの絵の時は実はこの、長谷川恵子さんっていう方なんですけれど、はい、サイトで実はすでにこれに近い絵がもうあったんですね。でこれだって思ってくれたんですね。もうなのでなんだろう、こう想定用に書き直してもらったぐらいのあれですね。でこっち裏側に出るっていうのが良かったなって、こういかにこの女性が中心であるかっていうのが表現されております。はい、それは緒方さんのアイデア。ありがとうございます。はい、あ男後ろに回すんだみたいな。